ず最初に手染めに必要なものをご紹介していきます。このね、基本プロセスを概要欄で PDF でご覧いただけるようにリンク貼ってるので、後ほどゆっくりご覧いただきたいと思います。最低限とりあえず追加で買うものが少なく済むようにと思って、書いてるので、もっともっとね、なんか必要なものがあったりとかあると便利だなっていうものはちょっとここで ご紹介していきますね。最初に必要なのがこの染料を作るためのボトルですね。いつも、一般的な染め方って結構大きなお鍋が必要だったりとか、お湯をたくさん使ったりっていうのがあると思うんですけど、ベストカラーで今回やるやり方はこういった、まあ、500ml ぐらいまでの350以上入ってれば十分なんですけど、そのボトルにお湯と染料と除剤を溶かして振りかけるっていうスタイルで作るので、容器はこれだけで OK です。ドレッシングボトルが結構この100均とかで売ってるやつね、こういうのが使いやすいんですけど、買うのがもったいないなって方は空のペットボトルで十分だと思います。それとお湯はこれ60度以上でご用意ください。そしてはかりですね。皆さんのご自宅ご家庭用で使われているのは 1g 単位のものが多いと思うので、今回、分量は基本的に 1g ごとに区切ってるんですけれど、1g 以下の量でも十分綺麗に染まったりとか、少量で構わないなって、ほんとちょっとだけ加えて調整したいなみたいな方は0.1 とか 0.01 とかまで測れる測りとか、あとはこういうね、スポイトとかも100均で売ってるんですけど、このミリリットルとかで見ながらやられるのもいいと思います。そしてあると便利ということで、糸を洗ったりとか染料が手についた時にまあ石鹸で洗えば取れるんですけど、色によったらね、結構アクアマリンっていう水色とかはね、強くて残っちゃったりするので、こういう手袋はつけておいておいた方がいいと思います。ゴム手袋、そして菜箸、これはね、手袋つけてない時に風ひっくり返したいなっていう時とかにあると便利です。あとアルコールシート、これはこの辺に染料がこう飛んじゃったりとかした時とか、手についた時もですけど、除菌シートで拭くとね、すごく取れやすいです。アルコールシートだと取れやすいので、そばに置いておくといいと思います。そしてこういうバット、これは、糸洗ったりとかもそうだし、ちょっとこう染めた糸を休めておく時とか、染める時にも使えたりとかするので、 A4 サイズぐらいのこういうバットが一つあると便利です。これは私、洗面容器でもいいのかなと思います。追加で買わなくてもいいと思います。あと洗浄を入れる時、スポイトで入れてもいいですし、こういうロートがあると粉のものでも全部こう入れやすいと思うので、こういうのもよかったら、これもあると便利だよというものです。で、じゃあ実際に染料をかけていくとき、これはもう皆さんに絶対にご購入いただく必要がある、なかなかお家には持ってらっしゃらないかなと思うんですけれど、それがこのワイヤーネットですね。これもね、100円ショップとかで売ってるので、こういうネットがあると便利なので、便利というか、ここの上に糸を置いて染料をかけていくので、これは最低限ご用意いただきたいなと思います。で、あとは染料をかけるときに、今ね、こうやってキッチンの流しに直接置いてやってるんですけど、キッチンでやるのが難しいな、ちょっと別の場所でやりたいなっていうときには、こう段ボールとかね、こういうカゴみたいなものに大きなビニール袋をかけておいて、でここに乗せて、でここで染める。でそうすると下に液が垂れていく。でビニール袋は中身の水分は捨てていただく。そういう感じでやることもできます。今日はね、でも皆さんキッチンでやるのが一番なんか洗い物とか汚れもなんか落ちやすいのでおすすめです。で、今回使うこのベストカラー直接染料で環境負荷がないということなので、染料そのまま排水口に流しても大丈夫なので、なのでこのやり方もおすすめです。
あ、お風呂でやりそう。お風呂もいいと思います。お風呂も全然気にしなくていいですもんね。お子様とかだったら水着とか着てやってもいいかもしれない。楽しいと思います。で、最後の仕上げに電レンジ使います。電子レンジで2分。なので電子レンジと、あとこれをくるむためのサランラップ、サランラップ、ラップが必要です。準備いただくの、だから水回りのものとネットと電子レンジとラップ、これが最低限あれば、あとは身の回りにあるものでできるかなと思います。準備ができたら早速染めていきたいと思います。プロセスに沿って順番にやりますね。自由研究にもいいと思います。面白いと思う。なんかいろんなもので染めてみたりとかするのもいいと思うし、なんか濃さが違うなとかね、でどんな風に染まるかみたいな染みていき方とかもね、見てもらったらいいんじゃないでしょうか。で、まず、商品ですね。この袋から取り出したらこんな感じでカセになってます。なのでこのカセをこうなんかグニュグニュっとねじってあるのでほどきます。ほどいたら輪っかになってて、でこれね3箇所ひびろって後で説明するんですけど、この糸を束ねる糸がついてるんですけど、これ絶対に外さないでください。これを外すと糸がめちゃくちゃ絡まっちゃうので、後で編みたいなっていう時大変になっちゃうので、この辺はもつれないように丁寧に丁寧に扱ってください。で、このカセをまずは濡らします。もうただただ水で濡らすだけで OK です。これでちょっとなんか濡れが足りないところとかがあったりすると、染料が入りづらいので、最初しっかりと濡らし漏れのないように、乾燥してる部分があったら染料入りづらいので、しっかりべちゃべちゃに濡らしてください。でべちゃべちゃに濡らしたら軽く絞ります。ここではね、そんなにガッチガチには絞らなくて大丈夫です。で、コットンとリネンは今みたいにこうやってもうねじって絞ってもらって大丈夫なんですけど、1個エコアンダリア。これはね、商品のエコアンダリア編んでくださってる方はご存知かもしれないんですけど、水に基本的に濡らさないでくださいってなってます。で、なんでかっていうと、水に濡れるとめちゃくちゃ弱くなっちゃってすぐちぎれちゃうので。でも染めるにあたって一度濡らさないわけにはいかないので、濡らすんですけど、それで今みたいにねこうやって絞ったら絶対ブチ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 ってちぎれちゃうので、エコアンダリア絞るときは今みたいにこうやって濡らしたら、上からこうギューギューとこうやって乳絞りするみたいに優しく上から下にこう握って水分を落とすっていうようにしてください。で、濡らして軽く絞ったら、このワイヤーラックに乗せて、で、広げる時なんですけど、結構絞ったまんまだったら、糸がくちょっとひっついてると思うので、こうやってこの輪っかに手を入れて、パンパンとします。ちょっと水分があるから、あんまりやると、ちっちゃうかもしれないので気をつけてください。優しめに。で、パンパンってすると、こうやってどんどん繊維が揃ってくるので、繊維が揃ってきたら置く。その方がまんべんなく綺麗に染めることができるので、パンパンしてください。こう置いたら、じゃあ次染料を作っていきます。まずは、これね、お湯から入れてください。お湯を、まあ、この何グラムにするかっていうのは正直皆さんのお好みで濃さを調整していただけたらと思うんですけど、基本プロセスに載せているのは一番濃い配合と比較的薄めの配合、この2つを載せています。で、お湯を入れたら今度染料を入れます。今回は8グラム入れますね。で、これが、まあ、1グラムとか2グラムとかちょっとしか入れない方は、
あのこれでこうやるとドボドボっと入っちゃうと怖いと思うので、こういうねスポイト使って抜いてっていうやり方もいいと思います。私はちょっと今回多いしこのままいきますね。はい、で染料を入れたらレストコールドという除剤を入れます。でこの染料ベストカラーとベストコールドは常に1対2の比率をキープしてください。だから濃くしたいなと思って染料増やしたら必ずその倍のグラム入れてもらうことになります。で1対2を守りつつお湯とこの染料の調整で濃さが変わってくると思っていただけたらと思います。はい、でこの3つを入れたら蓋をして混ぜます。これはねそんなにあのなんだろう泡立つほど混ぜなくっても大丈夫です。でもある程度染料がしっかりとこう溶けきるように、でお湯入れてるのでもしあちあちのお湯使っちゃったりとかしたらこの辺プーンって破裂っていうか飛び散ったりとかするので気をつけてください。で染料ができたらじゃあ染料をかけていきます。今回は一色ムラ目方にしたいと思います。でこの濡らした化石に染料をもうただただもう奔放に思うがままにかけてください。で白が残ってても可愛いし、でこっちの面ばっかりやってると裏側が案外白かったりするので途中でひっくり返すことをおすすめします。でちょっとまだ白いところがあるのでまんべんなくちょんちょんちょんと結構白残る感じで今回はやろうと思うんですけど、でこれまあ使い切るか使い切らないかは皆さんのご自由にお好みのところでやめてください。で逆にしっかりとね色をもう白いところ残らないぐらい染めたいっていう方はあの基本プロセスに書いてある量の倍ぐらい用意しておいた方が安心だと思います。後から作ると、まあ、ちょっとのグラムの差で色が変わってしまう可能性があるのでたくさん染めたい方は最初に一度にたくさん作っておいた方が安心です。で白いところがなくなるように染めたい時はこうやってこう染料をこうかけたらこう揉み込んであげる、揉み込んであげながらやるとしっかりと色が入ります。白残りしないので途中途中で揉み込みながら染めるといいと思います。今日はちょっとムラ染めにするのでこれで終わりにします。でここからここで染料をかけ終わったら30分待ちます。どうでしょう、なんかちょっとかけたての時よりにじんでますよね。結構にじみがしっかり出てるかなと思います。で30分置いておいてラップをする前にフィックスというこちらの定着剤をかけてから電子レンジでチンします。でこの電子レンジでチンする前にかけるフィックスっていうのはまた同じようにこういうボトルにお湯とこのフィックスの溶液を入れて作って、で、染料をかける時と同じようにワイヤーネットの上で振りかけるんですけど、これは本当に色を定着させるためのものなのでもうできるだけまんべんなく全ての糸の繊維にこの子が触れるようにまんべんなくこう開いたりとかしながら入れていただきたいんですけど、そうするとすごいべちゃべちゃになるんですね。これ全部かけちゃうから 160g 全部かけるのでべちゃべちゃになるんですけど、それを絶対に絞らないでください。べちゃべちゃのまま一旦かけて、でそうするとこうポタポタと滴り落ちるんですけれど、その滴り落ちがなくなったらラップにくるむ。でその時にね持ち上げたりとかしたらまたボタ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 ってなったりすると思うんですけど、まあその辺はねもうある程度良しとしてください。
フィックスが流れ出ないようにできるだけフィックスの溶剤がここにしっかりと含まれた状態でラップをして2分チンします。ラップをするんですけれど、こういうなんかムラ染めだったら風同士がくっついてもさほど支障がない、色移りしてもそんなにわかんないので、このまま畳んじゃってラップすれば大丈夫ですし、もしなんかこういうバイカラーみたいにこことここと全部色を変えてるみたいな時には、このカセを折りたたんだら色移りしちゃうので、1本ずつ全部をここラップをくるむような形で違う色同士が接触しないように気をつけてラップをしていただきたいと思います。で、今回は折りたたんで、なんか電子レンジで漏れてきたら嫌だなって方はなんかお皿とか乗せてもいいかもしれないんですけど、もうこうやってサランラップの重なってる部分が上になるようにすれば、これで漏れてくることは基本的にないので、このまま、それでは電子レンジで2分いっちゃいます。500ワットで2分。チンが終わりました。で、これレンチンから取り出す時に結構アチアチになってるので皆さん気をつけてください。はい、大丈夫でしょ。レンジの中全然濡れたりとか汚れたりしてないです。はい、2分チンした後に30分置いておくことで、そのフィックスと染料がしっかりと糸の中にこう染み込んでいくので、そこで色落ちを防ぐ、しっかりと、色が染まるということになります。ここから洗うという工程をね、一回やってみたいと思います。フィックスをもしかけたとしても、本当染料の色によったら結構色落ちはしてしまうものもありますので、こう洗ってたらね、こんな感じで、どうぞ、この水が分かります？色がついてるの。こんな感じで最初は色が出てきてて、色によったら本当に1、2回でも色出なくなっちゃう、綺麗になることもあるんですけど、濃い色とかは何度洗っても、その水色のアクアマリンとかは本当に何度洗ってもずっと水色が出てきちゃったりとかするので、その辺はもうある程度洗ったらよしとしてあげてください。一応基本プロセスには 3,4 回水を変えて洗うというふうに書かせていただいてます。この時もね、あんまりぐちゃぐちゃぐちゃってやったら、またさっき話したこのひびろっていう結んであるところがなんかもしかしたらほどけちゃったりとかしてもいけないし、風が絡むと後で使う時に困るので、この風は丁寧に扱ってあげてください。レンジはこのムラ染めは結構大丈夫そうですね。まだ気持ち黄色いけどこのぐらいで大丈夫です。で、最後干す時はまあもしかしたら軽めに洗濯機で脱水とかかけてあげてもいいかもしれないですね。ネットに入れて優しめのモードがあるようであればそうしてあげてください。で、まあ洗濯機使わないならここではしっかりと絞って大丈夫です。で、コットンとリネンはこうやってしっかり絞って大丈夫なんですけど、エコンダリアはさっき言ったようにね、また上から順番にギューッと優しく水分を落としてあげるというようにください。あ、フィックスね、鍋でされたんですね。そう、なんか
フィックスかけたらまたちょっと色がにじむので、できればワイヤーネットの上でやられた方が、まあ、染め方によったら色が移ったりとかしないで安心かなと思います。で、絞ったらまたさっきやった風のパンパンをね、パンパンとすると繊維の方向がどんどん揃ってくる。こうなったら最後干してあげます。基本プロセスには平干しを推奨してるんですけれど、まあ、なかなかこのサイズ平干しするのは大変だわっていう方は物干し竿とかにこうやって干していただいても大丈夫です。ただリネンとかエコアンダリアはこう干した時にね、この干した癖がすごくつきやすいので、乾いた時にね、わ大変なことになったって思う方がいらっしゃるかもしれないんですが、それはまあたまに巻いたりとか、あとは風の状態で美しさを保ちたい時にはこの風の状態で乾いた時にスチームを当てていただけると綺麗に戻ります。であと干す時はもうこれはね、 T シャツがちょっとシワになってたら乾きにくいとかと一緒で、やっぱり糸同士が重なっているとなかなか乾きづらいので、しっかりと広げて広げてで乾かしてあげてください。しっかり脱水できていれば普通の洗濯物と同じぐらいの感覚で乾くかなと思います。晴れてる日だったら朝干したら夕方には乾いてると思いますし、サーキュレーター当ててあげたりとか、そういった形でうまく乾かしていただけたらと思います。しっかりと脱水していただくことが大切かなと思います。でエコアンダリアはあんまりそんなにしっかり脱水することができないので、ちょっと時間がかかるなと思っていただけたらと思います。これが乾いたのがこちらです。これは用意してたんですね。乾いたらどうですかね、まあ、ちょっとかけ方がこっちの方がオレンジ多めにかけちゃってたかもしれないからちょっとニュアンス違うかもしれないんですけど、まあこんな感じ、オレンジはあんまり感じづらいかな。色によったら結構乾いた方がこう薄くなったなって感じるかもしれないです。軽く薄くなったような感じがするかもしれないんですけど、しっかりとねこのムラ感も出てますよね。こんな風になります。で乾いたら完成ということで、ここで基本プロセスの説明は終了になります。こんな感じで大きな鍋も必要ないですし、大量のお湯もいらないですし、少量のお湯とあとはボトルとネットがあれば簡単に手染めを楽しむことができるので、ぜひベストカラーでも染めてみていただきたいなと思います。手染めが楽しくなる糸という手染め専用の糸をこの度出しましたので、皆さんぜひこの糸で手染めをしてみていただきたいなと思います。今日はベストカラーでの染め方説明しましたが、別にベストカラー以外の染料でももちろん染まりますし、ただそれぞれの染め方に関しては各染料メーカーさんが推奨されている染め方でお試しいただけたらと思います。